はい、どうもおはようございます。トラーレのパルマ実況を続きからやっていきたいと思います。とりあえずメッセージ確認して、また感想を教えてねだけ送って、差し入れて、ああ黄金の鉢差し入れたら話進む感じだ。古文の棒大冒険を差し入れて寝ましょう。今日は久々に夢アプリもやるか。久しぶりってこともないか。とりあえず一旦やるね。天使の翼やってないよね。いやでもなんか最近思ってたのと違うんよな。今んとこダンボールが一番面白かったからな。ダンボールが一番面白いって正直あってはならないことだと思うんだよな。おい、さあ、お、当たった。すげえ。まばゆい光に光を見失っているのか。光を見失っているのか。光が見えてきたね。光が見えてきたね。さあ、うーしゅしゅし。まばゆい光を見失っているのか。光を見失っているのか。光を見失っているのか。さあ、おー、当たった当たった。まばゆい光に包まれましょう。ボーナス溜まった？うん。どうやどうや、気持ちいいか、ここがええんか、どこがええんや。背中に羽まだ少し寝ぼけているみたいだね。最後まで天使キャラでおれよ。でももう少しこうしてようか。人にだってそれくらいの時間は残されているはずだ。違うんだよな、違うんだよな。もっとなりきってほしいな、新たなステージな。いや、ダンボールが一番面白いっていうのは本当良くないよ。あってはいけないことだよ。いや、ちょっとがっかりだな。面白いの引いてないな最近。分かった、でも犯人が分かっても言わないようにしないとな。それはそうだよ、ネタバレはしちゃいけないよ。書きたいものは見つかったかい。じゃあ監視して。なんだろう、古文の大冒険4巻だよ。あ、ああだけですか。いやでもだいぶ花育ててくれてるね、しっかりと。ここで何もできずに待ってるのもな。でも仕方ないよね、出れないんだから。彼女も怪我してなければいいけど。出れないんだから仕方ないよね。よいしょ、外出しましょう。図書館行きましょう。古文かな、さすがに早いか。ご自由にお持ちくださいの棚でも見てみようかな。あ、真実は指先に宿るの3巻あった。よかった、これで続きの巻が差し入れできる。いやー集まりますね、ひょいひょいと集まるね、アイテムたちが。メッセージ、前に君が送ってくれた浜辺の写真、あの景色を描いてみてる。いや相当上手だったよ、本当に絵が上手なんだねって送りたいもん。いろいろバレちゃうからよくないけど、他の写真や道具が必要だったら教えてね。何でも持っていきますんで、係のものが何でも持っていきますんで、何でも言ってくれよ。どうしようかな。喫茶店。そういえばこの間収容所の方で卵飯さんをお見かけしましたよ。え、そうだったんですか。食堂の方に入って行かれるところでした。あそこの食事は職員の方の間でも美味しいと評判のようですね。マスターは食堂のご飯は食べたことないんですか。そうですね、あまり食べる機会はありませんね。でも食堂のアリサさんはたまにこのお店にいらっしゃいますよ。アリサさん、食堂で働いてる女性の方ですが、お会いしたことなかったんですか。あのでっかいおばちゃんだよ。もしかして食堂のおばちゃん、そんな名前だったんだ。おい、なんかアリスっていう名前が似合ってないみたいな反応やめろよ。職員の皆さんからはお母さんと慕われているようですね。アリスってからじゃねえって思ったやろ今。農園のおばあさんとよくこのお店に二人でいらしては、野菜や料理について楽しそうにお話ししてらっしゃいます。食堂のおばちゃんと農園のおばさん、おばあさんは仲がいいんだな。ちょっとマウント取ったなこいつ。名前マウント取ったな。君よにだけは笑われたくないと思うけどな。分かった、手元に紙と鉛筆はあるよ、あとは色を塗る道具があれば。ああなるほどね、色鉛筆がないのか。
古文の4巻ありがとう。前の巻で最後の40体目の結構壮大な冒険してたよな。40体目の古文が見つかったんだ。この巻で彼が仲間になればついに全員が揃うよ。仲間が揃ったら、全員集まると何か特殊な能力が発動するのかな。仲間が揃う瞬間読むのが楽しみだね。どれでもいいよさ、差し入れましょう。真実は指先に宿る3巻。相当退屈しないでしょう。こんな漫画と小説が交互に送られてきたら。なんだろう、退屈しのぎにはバッチリだよ。ちょっとリラックスっつって音楽聴けるし、相当潤ってきてるよこれ。ステイホームやなこの動画が上がる頃、ステイホームって実際どんな感じになってんだろうな。うん、40体目がどんな風に仲間になるのか、この先どうなるのか、ますます気になるよ。せやろがせやろが。さて、あ、色鉛筆が入荷してるね。色鉛筆もらいに行こう。いらっしゃい、色鉛筆もらってくで。また来てくれよお客さん。なんかもっとひょいひょいとした声だった気がするな、雑貨店のおじさん。あー、どうしようかな。メールも来てね。あ、カモンカモン。真実は指先に宿るの3巻送ってくれてありがとう。前の巻の最後で強力なライバルが登場して一気に形勢逆転されてしまったんだ。三剣かな三剣剣士かな。そこから主人公がまた巻き返すのかな。いや、多分壮絶な最後を迎えることになると思うよなかなか熱い物語だからね。特に進展はない。司書さんに会いに行くか。よいしょ、図書館。詰書は基本的に賄賂を持っていくためだけに存在してんのかな。そういえば司書さんって本土に子供がいるんだよね。ああ、ご結婚されてんの。ん、そうよ。いくつぐらいの子なの。そうね、こないだ小学校に上がったばかりの息子だけど、まだ人見知りが強くてね。家の中では甘えん坊でわがまま坊主なのに、外じゃもじもじとおとなしくしているみたい。そんなんだから小学校行ってちゃんと子供が友達ができるか心配だったんだけどさ、面倒見のいい友達を見つけてくれたみたいで安心したわふでもその友達もびっくりしたみたい。びっくり？うちの息子、気の弱いおとなしい子だと思ってたらだんだんわがままな本性が出てきたからさ。なるほど。最初は、私は最初から誰にでも本音で話しちゃおうかな。あー、印象が違うって言われるね。言われますね。私も最初の印象と違うって言われることあるかも。ま、お互い本音を言い合える友達になれたってことで、今でも仲良く遊んでるみたいだし、よかったよ。いや、俺も言われますね結構言われるね。猫かぶりまくるからな、初対面の人とかに。そうだといいんだけど、彼がどうやってこの状況がひっくり返すのか想像がつかないよ。まあなんとかなるんですよ。第一印象と違う人。いや、これ話題が結構いいよね。普通に考えさせられる話題が多いから、もう差し入れに困らなさすぎて黄金の鉢差し入れれないよ。ん？後で使ってみよう。あ、色鉛筆増えてる。いいね。よし、外出しよう。お、また図書館だ。探してる本があるときはご自由にお持ちくださいの棚。まさかの真実は指先に宿るの4巻。この前はなかったのにすごいついてる。これはカプコンの陰謀を感じますねこの綺麗に手に入っていく感じ。おい、そうだな、初めはどうしても取り繕ってしまうことが多いだろうから、ハル君は最初の印象と変わらないかな。ハル君もまあ印象変わったよね。まあでも誰だって変わるよな、正直。深い付き合いになってったら印象なんて、なんならその印象変わるのが面白いから人付き合いってするもんなんじゃないの。違うのかな。あんま人付き合いをしない人間が言っても何も思わないだろうけど。
雑貨店には特に何もない。お、そうかな。自分ではよくわからないけど、いや結構変わったと思うよ。君が言うんならそうなんだろうな。初めのうちは警戒もしていたし。どこ行こうかな。公園行こう。とりあえず黄金の鉢を差し入れないことには話進まんから差し入れるか。誰もいないな。特に目ぼしいものもないみたい。ああ、そんだけ。あ、もう何もないときはさっさと寝てもいいかもね。無理に足運ばなくても。じゃあ黄金の鉢差し入れますか。あ、メッセージ。差し入れありがとう。これがあれば描いていた絵に色が塗れるよ。色を塗る道具があれば絵を描くのも楽しいかと思って。色があると命が吹き込まれた感じがするよね。十二色セットで基本的な色は揃ってるはず。命が吹き込まれた感じがするよね。いやー、アーティスティックな言い方をするね。なんだろう。あ、何送ったっけ。あー、黄金の鉢か。あ、メール送ってくれる？色には感情がこもっているからね。俺にも色や感情のある絵が描けるかな。命や感情のある絵が描けるかな。それはあなたの努力次第です。そうだな。特に何もないんなら本当に寝てもいいレベルかもな。まあでもどっか行きたくなっちゃうよね。浜辺行くか。ここの洞窟、奥で何か光ってるように見えたんだけど、電気とか明かりになるようなものはなさそうだし、なんだろう。もっと奥の方かな。お嬢さん、ほっほっ、驚かせてしまったかな。こんなところで何をしとるのかと思っての。あんまり女性が一人でうろつくのはおすすめせんよ。あの洞窟の奥で何か光ったように見えたので。うん、なるほど、そうじゃの。ではわしについてきなさい。え？光の正体が知りたいんじゃろ。わしが案内するでな。はぐれんようについてきなさい。そういえばおじいさんはこの島に詳しいんだっけ。この洞窟は波の力によって自然にできたもんでな、時々珍しい鉱石なんぞも転がっとるのよ。奥の方はこうやって懐中電灯を持ってらんと真っ暗になってしまう。一人で手ぶらのまま行かなくてよかったかも。うん、この辺りでいいかな。ここに何が？こうやって明かりを消すと、あ、すごい、壁一面、天井までキラキラ光ってる。どうしてこんな光が？ほっほっほっ、これはの、宇宙から来た光る鉱石なんじゃ。というのは冗談で、これは土ボタルという虫が光を発しておるんじゃ。虫の光？ハル君にも教えてあげよう。写真撮ってあげなよ。写真撮ってあげなよ。そんだけ光ってたら、暗がりで写真撮ったら綺麗に撮れるんじゃないの、光。どうしようかな。雑貨店には何も入荷はしてない。喫茶店、メール、あ、メールが。小説送ってくれてありがとう。軽くだけで読んでみた。ベアトリーチェって名前気になる。ああ、小説のストーリー、この前の噂に少し似てるね、にしとこう。だらばっばっば、喫茶店。お前、あのことはどうなったの？ほら、前に話してた。いや、別に何もないよ。前と変わらず俺が勝手に気にかけてるだけ。なんだよ、食事にぐらい誘えよな。もたもたしてると、他のやつに呼ぶ、誘われちまうぜ。他のやつって、誰かいるのか？そうだな、確かあいつ、前に俺らの部署から転属になった。あいつが、あいつも彼女？この間、偶然会った時にちょっと話してさ、最近気になってる子がいるって、彼女の名前出してたぞ。うわー、そうなのか。あれ、でもあいつ、確かこの間まで別の子と付き合ってなかったか？ほら、前の席の斜め向かいの、お前ら狭いコミュニティで生きてんな。社内恋愛が過ぎるぞ。嘘だろ。本当なのか？ん？何？どうしたの？お前。あ、まさか。もう終わった。今終わった。おいおい、俺も噂、本当かどうか知らないからさ、嘘かもしれないだろ。ただの噂だよ、噂。
マスター、はい、ご注文ですか？コーヒーブラック、めちゃくちゃ濃いやつで頼む。かしこまりました。おいおいおい、お前ブラックは苦くて飲めないって言ってたじゃろ、言ってたじゃろ。うるせえ、恋は苦いもんなんだよ。何言ってんだこいつ。マスターも大変だな感想がそれ。あいつの色恋沙汰に一切の興味なし。メッセージ。そうだな、国の陰謀で人体実験が行われているという話ではあったけど、ベアトリーチェって名前気になるね。全部選べるタイプの選択肢か。監視も特に何もないなら差し入れて寝ますか。真実は指先に宿る4巻。よいしょ。なんだろう、まあ、これを毎回見る必要ないんだけどね。毎度一緒だもんね。へえ、じゃねえよ。ちょっと差し入れ、どうしようかな。特に何もやることない。おお、メッセージ。この小説の主人公か。記者が言っていたことと何か関係があるのかな。作者は15年前にこの島に住んでいたんだって。で、休息。何もないなら休息で時間を進めるのもありかもしれない。で、差し入れで、監視カメラで見て、でメッセージは来てない。特に外に何もない。あ、メールが返ってこないな。どっかに行かないとメールって返ってこなかったりするのかな。でも特に行くとこもないんよな。図書館行こう。君よ、桃太郎って知ってるわよね。もちろん知ってま、知らない。知らない。驚いた。最近昔話を知らない子が増えているとは聞いてたけど。まあいいわ。簡単に説明すると、桃から生まれた桃太郎が犬と猿とキジを連れて鬼ヶ島へ鬼退治しに行くっていう昔話を、それだけ聞かされたら全く何のことかわからんな。知らなかったら意味不明よな。それがどうかしたの？こないだ息子にその話を読み聞かせたんだけど、桃太郎は鬼ヶ島に侵入して宝を略奪した悪いやつじゃないの。いいね息子って、そんなことを言われたのよ。はあ、親として秘書として、これは昔話だから鬼は悪者なのって言い切っていいものか。ちょっと深いな。ちょっと今いろんな文献を漁って桃太郎について調べてみてるのよね。でもなんか本当は怖いグリム童話みたいな感じでさ、日本のそういう童話とかも結構なんかちゃんと話探ってみたら怖かったりするんじゃないの。えげつない話だったりしそうだけどね。桃太郎か、ハル君は知ってるのかな。知らなさそう。桃太郎は侵略者？めちゃくちゃいい話題手に入れるやん。やっぱどっかに行かないとメッセージ来ないっぽいよね。この小説も島にある研究所が舞台だから何か参考にしたのかもしれないな。気になる言葉や設定が出てきたね。ほんじゃらば寝ますか。ついに差し入れるもんもなくなっちまったよ。はいはいはい、なんだろう。届け物？ハル君から私に？あ、浜辺の絵完成して送ってくれたんだ。気の利くことするし、うまいし、普通にハル君にお礼のメッセージを送ろう。格付けとかやったら上位に行くやつだよこれ。いや嬉しいな、こういうの。これ何も言わずに送ってくれるあたりがいいよね。絵を送ったからとかじゃなくて突然届く感じ。とりあえずまた面会で話そうか。オッケー。今メール、あれ、今メール書いてくれなかったっけ。どうやってメール打ってんの。怖い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 。スマホ洗ってる、もしかして今。顔を洗ってんの見るのは初めてだな。よかった、スマホを洗ってたわけではないんだね。ずっと書き込み中になってたんだけど。うんうん、4巻ね。そういえば前に主人公が助けた女の子、主人公の助手を名乗ってついてきているんだ。うん、知ってる知ってるよ。
でもちなみにその子、自分はまだ修行不足だっつって最後にどっか行っちゃうから、里に帰っちゃうから、その子はどんな女の子なの？もしかして声優さんは結城葵さんですか？面会申請するか。なんか久しぶりな気がするな、面会。今日は春くんとの面会の日だ。寝てる。おい、起きろ。そろそろいいから、もう、その、睡眠ゲー。こんにちは。あれ、また寝てる。起こした方がいいのかな？それともそっとしておいた方がいいのかな？うい、へいへいへい。ん？起こすに決まってんだろ。おはよう。時は金なりだぞ。起きた？ああ。ああ、ごめん。悪い。眠そうだね。君がくれた小説を読んでて。寝不足かよ。黄金の鉢？そう。あ、真実は指先に宿るじゃないんだな。もう一度本の内容を確認しておこうと思ったんだ。本の内容と同じことがここで起きていたなんて、にわかには信じがたくて。そうだよね。もう少し手がかりがあれば、私はもしかしたらって思ってるよ。そうなのか？君の勘は当たるからな。そっちの方が面白いじゃんね。でもまだ俺は腑に落ちなくて。これは想像だけど、もしかしたら全部逆ってことも可能性としてあり得るのかな。逆？どういうこと？あの本が出版されたのが15年も前なら、書かれたのはもっと前になる。うん、そうだね。この施設ができる以前の話なら、ここの人間は誰もその真実を知らない。たった一つの作り話が事実として語り継がれるには十分な時間がある。つまり事実をもとに噂話や本が書かれたのではなく、あの本に書いてあったことが15年以上の月日を経て、いつしか本当にあったことのように島の人たちに広まったのかもしれない。まあ十分に考えられることだよね。その噂話を記者さんは調べてたってこと？それも少し気になるんだ。彼は一体どこから噂を聞いたんだろう。今の話だけで入島許可書を偽造してまで島に入ろうと思うものなのかな。想像でしかないけれど、彼を行動に突き動かすだけのもっと何か別の情報があったのかもしれない。それはそうだな。あの研究所のことはどう思う？主人公の名前がベアトリーチェというのは？主人公の名前がベアトリーチェというのは？あれも記者が手帳に書いていた名前と同じだな。彼も本を読んでいたのかも。それで手帳に名前を書き殴っただけかもしれない。まあそういう憶測をしていくと、結局記者が何を調べていたのかわからなかったから、これも憶測でしかないけれど、どうしようもないよね、正直。あの研究所のことはどう思う？そうだな、製薬会社なら何かしら実験はしてただろうし、そこから話が広がったのかも。噂話なんて大体がそんな感じだろうから、どこかで尾ひれがついたり事実が曲がっていった可能性は往々にしてあると思う。国が秘密裏に行っていた実験のことはどう？記者がその情報をどこからか手に入れてきたってこと。確かに一発当てればその記者の人生変わるかもな。まあそうだな。いい意味でも悪い意味でも、もしかして記者一人の行動じゃないのか。まあお金にはがめつそうな感じではあったもんね。え？いや、なんでもない。あの小説で他に気になることといえば、その実験をしていた国の諜報機関って一体？スパイ活動をしている国の諜報機関ならある程度絞られるだろうけど、本に書かれていた組織が実在するのかはわからないな。これ以上詳しいことはわからないな。主人公のベアトリーチェって確か研究員だよね。自分の発見した薬の成分が最終的に悪いことに利用されて、
自ら命を絶ったんだよな。次第に彼女の精神が壊れていく描写が生々しくて、読んでいて気分が悪くなったよ。そうだな、もっと他に。そういえばタイトルの黄金の鉢っていうのは？ああ、そういえば話の中には結局一度も出てこなかったな、この言葉。黄金の鉢か。どういう意味なんだろう、黄金の鉢。あ、黄金の鉢に関係してんのかな、ハルト自体が。大丈夫？ごめん、大丈夫。少し頭痛がして。何か思い出した？いや、まだ何も。何も思い出さないんだね。一瞬チャプター3まで来て何かが繋がったような気がしたんだけど。ごめん、思い出せたら話すよ。まあでも思い出してる可能性はあるよね。あ、延長でお願いします。面会終了のお時間です。あ、もう時間か。なんか噂の話してたらあっという間だった。もう少し君と他の話もしたかったんだけど。どうしようかな、延長でお願いします。もう少しだけ。まあいいでしょう。パパの奇跡持っていきますから。またありがとうございます。あれ、また伸ばせたのか。うん、金払っとるからな。そうか。でも何を話そう。さっき君と他の話もしたいって言ったけど。いや、なんか積もる話いっぱいあるでしょ。いざ何か話そうと思うと何も思い浮かばなくて。古文の大冒険とか、真実は指先に宿るとか。ハル君のペースで大丈夫だよ。話したいことが思い浮かんだらでも。そうか、ありがとう。でもせっかくだから何か話したいな。のんびりとした時間は嫌いじゃないけど、また次いつ会えるかわからないから。でも面会申請さえすればいつでも会えるんじゃないの。いろいろ話しておきたくて。ハル君。あ、そういえば一つ気になることがあった。面会の時間ってどうやって延長してるんだ。あんまり聞かない方がいいですね。大人の世界なんで。大人の裏社会なんで。それは死ぬぞ聞いたら。え、俺が時間を延ばせるか聞いてもできないの一点張りで。だからどうやって君があの監視を説得しているのか気になって。相談員の特権。お金ですね。それとも監視に何か渡してるの。まさか人には言えないことしてないよね。賄賂とか。鋭いな。え、消されるぞ。あんまり深掘りしない方がいいよ。さあどうでしょう。どうでしょうって、俺をからかってる。まあ監視の様子を見た感じでもそこら辺は大丈夫そうだけど。わかるの？それはわかるよ。見えてるから。あの監視が君に変な気はないってことも。まあ全く興味なさそうだよね、カリアは。じっと見られてる。悪いことはしてないんだけど、監視さんも内密にって言ってたからな。まあどっちかでやや悪いことだけどね。デラックスエディションを購入した方のみというか、課金した方のみだからね。やっぱり言わない方がいいよね。大きな声では言えないから、もう少し近寄ってくれたら。ん？あ、そうか。これでいい？どうしようかな。そう？あ、実は。ちょっと待って。ごめん。やっぱり今の質問はなしにするよ。ひよった。ひよった。消されることをひよった。後で君があの監視に変なお仕置きとかされたら。変なお仕置き。俺のせいだし。まあそこ知れない感覚あるもんね、あの人。お仕置きって。でもそうなると他の質問を考えないと。これは眠そうな雰囲気。他の
質問。寝るな。お前がそんなに眠そうにされるとさ、割とこっちにも来るんだよ。こっちも眠たくなってくんだよ。来た時も寝てたし、疲れてるのかも。ハル君、反応がない。眠ってる？おい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 。ごめん。ぼーっとしてて。疲れてるみたいだから、今日はもう部屋に戻ろう。うん。ごめん。何も話せなかった。ええんやで。割といつものことやで。今日言えなかった秘密のことも、また言える時が来たら話すね。わかった。眠気うつる。おや、どうかしましたか？ハルトさん疲れてるみたいなので、この辺で。ほんと困ったものですね。フラフラしてますが大丈夫でしょうか？まあ平気でしょう。部屋まで歩かせます。おやすみ。うん、おやすみ。ちゃんと寝るんよ、しっかりと。よし、じゃあ今回長くなっちゃったので、今回は追加はなしということで申し訳ないが、あ、これまた何かが手に入るやつだな。また次回この続きからやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまたね。